はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。今日はヒバを使って、以前やったんですけど富士山フォルム、前の動画であるんですよ。だいぶ端折ってやったので、実際、まあ、どんな感じで作るかご紹介したいと思います。ちょっといきなりそう言われても分からない方多いので、ちょっと今日のじゃあ目標的な書いてみますね。ここ書きがあったら、お成果はお成果なんですよ、これ。中流しっていう形があって、こういう形があるんですよね、中流しっていうね。この流しのところを富士山にすると、どういうことかっていうと、一回こう来て、ここいい？すごい富士山っぽいっすね。とりあえず絵はね、はい。でこれはまあこの芯ね、いわゆる芯をまあ抜かしてもいいわけ、あ、なくすとここが頂点くるよね。こんな感じでやることもあります。ここら辺はちょっと緑を残したりしたり、ここら辺にちょっと雲っぽくこう緑を残したりすることもありますね。でポイントはこう頂点がの幅ね、この幅があんまり長いと格好悪いってこと。僕の推奨は3センチ3センチぐらいが結構ぽく見えます。まあこれだけでも面白いっちゃ面白いかもしれないんですけど、せっかくなので、桜越しの富士山みたいな感じにしてみようかなと思います。今日はちょっと最後の桜が満開のがあるので、こんな感じにしようと思います。桃鉄わかる？はい、わかります。桃鉄の決算画面わかる？はいはいはい。こうなるよね、桜と富士山と、はい、新幹線が通ってて、多分菜の花、黄色い菜の花があるのわかる？はいはい。ちょっと黄色い菜の花さすがになかったので、はい、ちょっと黄色いお花別で用意したので、桃鉄の決算画面を作る、桃鉄決算画面目標で、はい、そんな風景を見てみましょうか。どんだけ寄せれるかと。くだらないかな。まあ、とりあえずやってみましょう。今日も牙ですけど、長いのがいいですよね、やっぱりね、一番ね。言うほど長くないけどね。こんなしますか。この牙でちょっとやりましょうか。ちょっと時間かかるか。枝、小枝、ほとんど落とす。で、まあどこで頂点作るか、ちょっと当たりをつけていくってことですよね。まあ、裾のこれぐらい欲しいかな。これぐらいは欲しいかな。だから、まあ、ここら辺が、この3センチが来るところかなっていう、まあ、当たりをつけてます。頂点、頂上か。頂上が来るところ。ここら辺かなっていう。この辺だから落としちゃいます。頂上付近は落とすと、とりあえずこの辺をいらないです。あとちょっと雲を残したいんで、ここら辺をちょっと保留しながら、こんな感じで、で、ここにしましょうか、ね、これちょっと上がってる感じがいいので、ここ3センチ。3センチって結構思ったより短い。これはまずこう見て、ここを3センチ取るってことですね。下から完全に折っちゃいますね。グッと。で、ここの近くをまた折るのって難しくて、ここまた反対に。これ今、そっちのカメラからだと裏から見てる状態だけど、もうこんな感じ。実際の富士山ってこんなに角度つかないんだけどね。葛飾北斎とかさ、ああいう絵はすごいよね。こんな感じに。とりあえずね、一旦これでなった時に、
まあどこの葉っぱ残すかなんですよね。でこっちの、まあ、いわゆるこれが上でこっちが下になるんだけど、下の方はあんまりいらないかな。まああとちょっと間引きながらですね。こっちはどうしましょうかね。これ残しましょうかね。これだけね。ちょっとシンプルに。これだけにしましょう。これぐらい残すか。いらない。こういうことです。ちょっと戻ってきたでしょ。ポイントはあのこの頂上がちゃんと平行に地面と平行になるってことで、ね、これがこうなってたりすると何っていう何なのっていう感じになるので、これでまあこの形はできない。でここ2枚出すの根っこありますよね。これをこっちに収めていかなきゃいけないってことですね。柿の中でいつもあのお生姜の時に1コマいくつとかって決めてるじゃないですか。それでこの今の鳥のまあ、枝で一コマいくつぐらいでできるかなってのをちょっと検討を今つけてると。こっから立てたとして残りが40センチあると。残りの下が15とかでちょっと13か4ぐらいで今検討でやっていきたいと思います。これでこう言ってみたらこう入ってからこう溜まってこう来るということなんですよね。だからね、真横に溜めればいいと思うんじゃないわけ。それが意外と難しくて言葉でも表現しづらいんだけど、まあちょっとやってみます。でここが何センチかですよね。ここがいわゆる2の1という24、12ですね。ちょっとこれでまあ当たりをつけて他のを作ってみましょう。芯と前受けってのが1の2という感じですね。これちょっと桜まで考えて結構ね時間かかっちゃいそう。でね、今日はちょっとやんなくてもいいかもしれないけど、後ろにねこうあのワイヤーを入れてちょっと固定させたりすることもありますね。戻っちゃうんでしょうけどね、まあ、場合によってはやりますが、今日はなんかうまく止まりましたね。世界中の人が知ってるよね、富士山ってね。そうですよね。それはすごいよね。足を一本にするのは同じというかお成果なんでしっかりやると。それで今2本目またここから2の2。この富士山がいわゆる平べったいでしょ、横に行くやつなので、はい、あのちょっと他の枝で 前後というかあの奥行きというか、そういうそこら辺を意識した方がいいかもしれないですね。全部平べったいとさすがにね絵じゃないからね。今富士山がこっちに傾いちゃってるでしょ、うん、はい、これをしっかりここのグッとこうグッと溜めて、ここも戻りがちなので、あとここ大事ですね。ここ反対に
この、なんつうのかな、三角形というか、こっちもだから、ここ反対に大丈夫ですね。左側というか、なんか、まあ、変なんでしょう、こう プリンみたいな形を使っているというか、うん、ワイヤー入れるときは、まあ、裏から見えないように同じところでこう何センチぐらいですね、やっぱり長短でちょっと細かい作業ですけど、普通にこう細いワイヤーでここを引くべきですけどね、焦点のこの角角を見て周りであるかなと、裏にワイヤーが入ってめっちゃ前から見えないもう2カ所ぐらい、あの加点の時とかは大体入れたりしますね、戻っちゃう方が嫌だかな。今度菊の成果とかもやりますけど、はい、あの菊の中にワイヤー入れたりするのね。菊の中ですか。菊の中にね、そういうのとかも一旦分かるやん。ちゃんとこれ裏のワイヤーのおかげ、これがやっぱ平行になってると、はい、気持ちいい、綺麗ですね、うん、すごい。で一応これあの 雲っぽく富士山のこう山頂にかかる雲みたいな、うん、何かし一応これだとなんかこう裾の感じ、はい、うん、緑で表現をしているんですね。まあ、今日ちょっと3本で簡単にやりましたけど、あとここにシーンが入るとこともあるし、いろんなバリエーションが、まあ、この富士山の池花とかってなるとあってもいいかなって思います。そしたらちょっと桜合わせてみますか。はい、花びらがしないようにどう、まあ、桜越しの富士山、まあ、ちょっと裾野に今かかったかな。そうですね、枝先は補足したいかな、うん、ちょっとシャープになった、だいぶ明るくなりました。明るくなった。これはアルストロメリアですね。ちょっとこう四方八方に咲いてるので、実は生け花向きではないんですよね。投げるとかはまだいい、まあ、緑もこれ切れる。はい、ということで富士山行けね、桜越しの富士山、まさにザ・ジャパニーズみたいな生け花を作ってみました。あとあの桃鉄知らない人には本当申し訳ないんですけど、あの桃鉄の決算画面でね寄せてみた。なんでちょっとこの間の下の方にこれ黄色いお花、本当は菜の花だよみたいな感じでやってみました。決算のやつね、最後の桜と、ね、富士山と、こんなこともたまにやったりしますので、
お楽しみいただけてたら幸いです。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。